皆さんおはようございます。1年ぶり、去年もいらっしゃった方どれぐらいいますか？ 1,2,3 あとは新しい方々ですね。はい、そしたら去年やったことと少し重なるところもありますけれども、大切なところを考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さん今梶川先生創造論っていうことを言ってくださいましたけれども、皆さんは自分は創造を語れる人になれたらなって思いますか、それとも創造はちょっと語らないでおこうと思いますか、どうでしょうね。教会によってそのどういうふうに扱うかっていうのが全く違ってきます。もう今から20年以上前ですかね、伊藤先生が東京の教会で牧会をされていた時に私を呼んでくださったんですね。で、想像を伝えることができました。皆さんはどうでしょうね。想像を伝えるっていうと、今梶川先生も創世記の一章一節を突破できればっていうことをおっしゃってましたけれども、どういうふうに考えますか。タイトル「終わりの日の人々」って書いてありますけれども、創造論やろうとしているのになんで終わりなのっていう気がするかもしれませんけれども、聖書の中に終わりの日の人々はどのように考えるのかっていうことが書かれています。まあ、簡単に言えば進化論を考えるよっていうことを聖書に書いてあります。進化論っていう言葉はないですけどね。今皆さんのお手元に創造を聖書を信じながら創造を信じる立場でもいろんな立場があるっていうのが分かるように表にしたものをお渡ししましたけれども、一番上が聖書を文字通りに信じる立場です。文字通りの創造ですね。文字通りの6日間でこの天も地も創造された。それに対して、いやそれだとこの世の世界観と違う、進化論とずれてくるからこのまま読んではいけないよっていう考え方があります。皆さんどうですか。皆さんが牧師だったとしたら、これたくさんあるけれどもどうしますか。 いかがですか。僕は文字通りの創造だと思っています、はい。でちょっと自分も何か考えて、まあ、薄いですけど調べたこともあるんですけど、結局、まあ、僕個人としては、まあ、信じる領域だと思ったので、うん、そこをこう論理で説明する必要はないのかなっていうふうに僕個人は思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、その後ろの方もちょっと聞いてみていいですか。素直に思った通りで大丈夫ですので、こう教会の中にいろんなこういう立場の考え方があるとき、どのようにしてどのようにしたいですか。いろんな説あると思うので、そうですね、僕もやっぱりこの、やっぱ信じる、やっぱその、そうですね、突然聞かれてあれかもしれない。まあ、そういう言葉を信じて、はい、っていう
ことだと思います。はい、じゃあその後ろの方もお願いしていいですか。自分も文字通りの神様の創造を信じてるんですけれども、はい、先ほども出たみたいにどっちにしてもその進化したとしてもその過程をちゃんと見た人がいるわけでもないので、あの信じるしかない領域だっていうのは自分も考えてますし、その偶然今もほっといて何か偶然に出来上がったりするのもあんまり見たことがないですし、こんな秩序正しく成り立っているのにはやっぱり計画された人とか、まあ、人が物を作る時もそうだと思うんですけれども、ちゃんと考えて細かいところまで、まあ、調べれば調べるほど細かく秩序正しくできているっていうのも、多分科学を突き詰めた人はそれがどんどん気づかされて逆に気づいていくっていう話も聞いたことがあるので、私は作った神様が存在して創造したっていうのを信じています。はい、はい、ありがとうございます。皆さん CFNJ 聖書学院では聖書をそのまま信じますよね。創世記一章そのまま信じますよね。他の神学校行ったらどうでしょう。そのまま信じてる神学校少ないです。むしろそのまま信じたらおかしくなっちゃうから教会が分裂したりそういうことがあるから、そのまま信じちゃダメだよっていうことが言われたりします。そういう方に会ったことありますか。どんなことをおっしゃってました、その方は。なこと言っておられたか、ちょっと 大学がキリスト教系だったので、ええ、まあ、先生方それぞれの信仰があって、中には、まあ、文字通りの創造を信じる方もいれば、 その、まあ、そうではない読み方をされる方もいて、ちょっと僕はもうちょっとそういう方の授業はアンチ感で聞いてたんで、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、でもそうですね、でも何を言っておられたかはごめんなさい思い出せないんですが、そういうふうに解釈を広げていくと、まあ、去年来ていただいたその先生もおっしゃってたと思うんですけど、聖書の信憑性だったり受け取り方にこう、差が出てくると思っているので、僕自身は、信じるでいいと思ってます。でそれが本当なのであればこう突き詰めていってもそうだっていうふうになると思うの でただ、いろんなその証拠とかは助けにはなるけれども、それでこう証明する必要はないと僕は思ってます。はい、はい、ありがとうございます。教会、例えば皆さんが牧師になったり伝道師として働いたりするときに必ず障害となってくるのがこの問題ですね。伊藤先生もそういう問題にぶつかったことありますか。牧会しているときあんまりないですかね。進学校のときいかがでした。進学校で私はね、文字通り1日24時間だって言ってたら散々言われましたね。どんなこと言われましたか。まあね、神様は進化を用いて神それも進化も神様の、ね、説理の見業じゃないかとか、あとね、あんたはまだ誰々先生の授業聞いてないから分かってないんだとかいろんなこと言われまして結局、まあ、なんつうの聞いても分かんなかったんですけど、うん、私もクリスチャンになったばっかりだったのでこんなに違うもんかと思ってショックを受けました。はい、うん、まあ、でも私はそのまま文字通り24時間っていうのをね言ってたんですけど、うん、まあ、そうです。はい、はい、ありがとうございます。伊藤先生よく信じて信じ続けることができたなと思って素晴らしいと思いますけれども、第二ペテロの3章3節から7節をちょっと読ませていただきます。前にも出てますけれども見えますか。7
なんとなく見えますか？見えなければ聖書を開いていただければと思います。第二ペテロの3章3節から7節ですね。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の初めからのままではないか。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのです。まあ、この第二ペテロの3章の3節のところから今7節まで読ませていただきましたけれども、この聖書の箇所、まあ翻訳でちょっともっとよく訳せばいいのにと思うところはあるんですけれども、それは今はちょっと横に置いといて、終わりの日にあざける者が現れてあざけるって言ってるんですね。で、あざけって何て言うかっていうと、主の来臨の約束はどこにあるのか。このあざけっていう人は主は来臨するって信じてないっていうことですね。それから父たちが眠りについた後も全てが創造の初めからのままではないか、何も変わりがない。で、こう主張する彼らは次のことを見落としていますっていうんですけれども、こう主張する彼らは何を信じてないでしょうか。その見落としていることをちょっと皆さん言っていただいていいですか。考えて言っていただいていいですか。こう主張している人は何を信じてないでしょう。はい、どうぞ。はい、まず天地創造を信じないわけですね。で、ちょっと私がこの翻訳残念に思うのは、天は大昔からあり、地は神の言葉によってっていう翻訳の言葉なんですけれども、英語の聖書での訳は神の言葉によって天は古く、地は水から出て水によってなったっていうふうに、神の言葉によってが天にも地にもかかってるんです。でも日本語の訳は残念なことに、天はもう最初からあったけれども地は途中でできたっていうような印象を与えかねない翻訳になっています。で、まずここで問題なのは、あざける者たちは 天と地は創造された時から何も変わってないじゃないかって主張していて、で、天地創造をまず聖書通りの天地創造を信じていないわけですね。もう一つ信じていないのは何でしょう。6節のところですね。これは当時の世界は水に覆われて滅びました。はい、何のことを言ってますか。そうですね、ノアの洪水のことを言ってますね。で、皆さんこれどういう人たちだか分かりますか。で、この人たちは一応創造は知っているっていうことですね。創造の初めからっていう言葉を使ってますから、この人たちは全くのノンクリスチャンではないっていうことが言えますね。ユダの手紙をちょっと見てみたいと思いますけれども、ユダの手紙の17節から21節、
前にも出てますのでちょっと読みますね。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。しかし愛する人々よ、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。こういうふうに書いてあります。第二ペテロ3章3節の言葉がこのユダの手紙でも用いられているわけですね。この18節のところですね。終わりの時にはあざける者たちが現れて自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。これは当然クリスチャンと呼ばれる人たちのことを言ってるわけですね。でその人たちは何をするかっていうと、19節に分裂を引き起こす。何かの分裂でしょうか。第2ペテロの3章を見ると、天地創造を信じないように、この世界は進化論を用いて作られたんだとかいろんな説を言ってですね、聖書そのまま信じる、そこから引き離す方向に向かうよっていうふうに言われてると思いませんか。ここでそしてこの人たちに対して御霊を持っていないって言われてるんです。どういう人が御霊を持っていないんでしょうか。聖書を知っていても信じていない人ですね。皆さんは創世記の6章を読んだことはあると思いますけれども、創世記の6章3節にこのように書かれています。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしよう。ここを使う時もいつもこれ120年って年の寿命のことじゃないよって、ノアの洪水が起こるまでの期間ですね。このことが言われてからその当時の人々の日々は120年としようっていうことですね。120年後にノアの洪水が起こります。でここでなぜ私の霊は人のうちに永久にとどまることはないって言われてるんでしょうか。主を信じる人がいなくなってったっていうことですよね。主を信じている人には霊がとどまっていたんだと考えられます。でもこのままではだん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 主を信じ続ける人がいなくなっていった。120年後にはもういなくなってしまう。で120年後に最後まで信じ続けていた人はノアの家族と、あとノアのおじいさんメトシェラっていう人ですね、だったと考えられます。でユダヤ人の伝承ではメトシェラは洪水の7日前に亡くなったっていうことですね。ということは洪水前の人で最後まで主を信じ続けていたのはおじいさんのメトシェラじゃないかっていうふうに思われます。でここで私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。なぜ。それは信じなくなったからですね。ユダの手紙でもここで御霊を持っていません、信じていない人たちが教鞭を取ってそして聖書を教えるようになったらどうですか。それがリベラルな教会であったりリベラルな神学校ですね。リベラルな神学校で何が教えられますか。聞いたことありますか。
聖書は良い話が書いてある、そういうのは教えられます。でも復活なんてあるわけないでしょ。イエス様は復活したって書いてあるけど、そこは信じなくてもいいです。イエス様は処女降誕したって書いてあるけれども、別にそれ信じなくていいです。それまあ常識外れだから。イエス様がたくさんの奇跡をしたっていうけれども、まあ当時の人々にとっては奇跡に見えたけれども、でも実際は奇跡じゃなかったよ。全部聖書が言っていることと違うこと、違うことを教えられます。聖書はいつできたんですか、いつ書かれたんですかっていうことについても、紀元前1000年頃に最初の文字ができたんだから、それ以降に聖書は書かれているんですよ。だいたいダビデ王とかソロモン王の頃から聖書は書かれ始めましたっていうことを言われます。皆さんどうですか。聖書を見ると何て書いてあるでしょうか。例えば創世記の5章1節を見ると、これはアダムの歴史の記録であるって書いてあるんですね。皆さん記録って何ですか。書かれていることですよね。アダムの歴史が記録として伝わってきているっていうことですね。で、文字はおそらくアダム自身も書くことができたと思いますね。人は話すことができれば書く能力当然あるわけですよね。最初の人アダムは天地創造の時、創造の6日目に作られたその日に動物たちに名前をつけています。当然文字を書く力も最初から与えられていたと思います。エヴァも同様ですね。話すことができ、しかも書くことができたと考えられます。進化論に基づくとどういうふうになるかっていうと、人は最初話せなかった、あるいは最初鳥や猿の鳴き真似、まあ鳴き声を連想してですね、自分たちもあーうーとかって言っていて、それで何百年か経った後に単語が少しずつできてきて、そして今から何万年か前にやっと会話ができるようになって、そして文字ができたのはもうずっと後で、今から1000年ぐらい前だ。これが進化論の考え方でした。今は、それは19世紀の考えですね。今は文字が、古い文字が発見されていますから、世の中の人たちは紀元前1000年頃に文字ができたっていう考えはしていません。でもクリスチャンたちのリベラルな神学者たちは19世紀の教えをそのまま保っていたりするわけですね。ここでですね、分裂を引き起こすって書かれています。19節のところですね。ユダの手紙の19節で、皆さん想像を伝えようとするとですね、それをしたら教会に混乱が起きて分裂が起こるから、想像は話さないでくださいって言われます。いろんな教会がなぜ想像をそのまま語らないか、分裂が起きるって信じているからですね。分裂を起こすのは誰でしょうか。聖書をその通りに語る人でしょうか。それとも聖書に違う考えを混ぜ込もうとする人でしょうか。このユダの手紙、このユダの手紙はどういうことが書かれているかっていうと、当時誤った教えを教会に持ち込もうとしている人たちがたくさんいました。特に当時の考え方では霊知説っていう考え方ですね。ノスティシズム、英語ではですね、日本語ではグノーシス主義と呼ばれたりしますけれども、
こういう誤った教えが持ち込まれるのに対して私たちクリスチャンはどのように対応したいかっていうことがこのユダの手紙に書かれているんですね。で、終わりの時にはあざける者たちが現れてあざける、そのまま聖書を信じている人をあざけって、世の中はそんな考え方してないよ、聖書そのまま信じるなんてなんてバカなことやってんのって言ってあざけるって言ってるわけですね。それに対して、まあ、聖書はユダの手紙ではそういう人は聖霊を持っていないってはっきり言ってるんです。御霊を持っていない。じゃあどうしたらいいかっていうと、私たちは聖霊によって祈りなさい。これはどういうことかっていうと、私たちが与えられ聖霊によって与えられているのは何ですか？聖書の言葉ですよね。聖書は聖霊によって書かれた書物です。私たちは聖書の言葉に基づいて考え、祈り、また行動する。これが聖霊に喜ばれることだ。そう思いませんか？聖書と違う考え方を持ち込んで、それで聖霊によって祈るっていうことは難しいと思います。聖書にはこう書いてありますけど、私は違うふうに考えてます。どうぞ聖霊様助けてください。どうですか？それはダメですよね。聖霊が書いたことをそのまま素直に信じて、そして祈る。これが聖霊によって祈ることではないかと思いますね。で、21節の方にはですね、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいって書いてあります。もしイエス様が私たちを憐れんでくださらなかったら、私たちはどうなったでしょう？滅びに至るわけですよね。まずイエス様が私たちを憐れんでくださったっていうことがとても大切なことです。そしたら私たちは聖書をそのまま信じていない人に対してどうしたらいいでしょうか？イエス様が私たちを憐れんでくださったように、私たちも憐れんで、本当に間違ったことを信じてしまっているんだっていうことを思って、その人のために祈ることですね。ユダの手紙をちょっともうちょっと詳しく読んでみますと、どっから読みましょうね。ですね、17節から読みますと、愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。これ今第2版で読んでいるので、皆さんの訳とちょっと違うかもしれませんけれども、でここからですね、22節から、疑いを抱く人を憐れみ、聖書を読んで、そして創世記でつまずいている人たち、この人たちに対して、あなたダメだよ、それじゃ聖書そのまま信じないとダメだよ、そう言ってもその人には伝わらないわけですよね。イエス様だったらそういう人に対してどのように伝えるだろうか。それが大切です。
23節では火の中からつかみ出して救いって書いてあります。もうなぜ火の中かっていうと滅びに行くからですね。そのままでは滅びに至ってしまう。だから火の中からつかみ出しても救う、それだけ相手の人を思ってるっていうことですね。またある人々を恐れを感じながら憐れみ、この恐れを感じながら憐れみ、この人は多分完全に信じ込んでいる、その主張している人ではないか、そう思います。皆さんイスカリオテのユダが最後の晩餐の時ですね、イエス様にどのように思われていたでしょう。イスカリオテのユダ、これから自分を裏切るっていうことをイエス様知ってるわけですよね。なんだこの野郎、とっとと早く行け、もうお前なんか知らない、そういう感じですかね。そうではないですよね。ユダはイエス様の隣に最上の席を用意されて、でパンを自ら取って渡されて、イエス様は最大限の愛情を示して、そしてでもこのユダが自分を裏切るっていうことを知っていて、本当にイエス様は辛い思いで憐れみの心を持ってユダに接していたんではないかと思いますね。それと同じように、私たちは聖書をそのまま信じていない人に対して、お前なんかもうダメだじゃなくて、私たちもイエス様だったらどれだけ相手の人を大切に思ったのか、そういうことを考えてですね、そして接して、何とかして聖書通りに信じてもらえるように力を尽くすことが大切ではないかと思いますね。24節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることができる方に。この方はどなたですか。イエス様ですね。私たちをつまずかないように守っていてくださる方ですね。そして私たちをユダの手紙ですね、ユダの手紙の今24節ですね、大きな喜びを持って栄光の御前に立たせてくださる。イエス様はそのために私たちを召してくださって、最初に憐れみをかけてくださって、私たちを救い出してくださって、それだけではなく創造主の御前に立つことができるようにと導いていてくださるわけですね。そして25節、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。こういう言葉でユダの手紙は閉じられているんですけれども、なぜこの栄光、尊厳、支配、権威が私たちの救い主である唯一の神にあるようにっていう言葉で閉じられているでしょうか。先ほど第二ペテロの3章を見ました。またユダの手紙も見ました。あざける者たちがあざけって何をしますか。創造主の権威が示されている聖書の言葉を否定して、創造主の栄光の天地創造の技を否定して、ノアの洪水の出来事を否定して、創造主の権威を失墜させようとしている、創造主から人々を引き離そうとしている、そうではないっていうことをここで宣言しているわけですね。最後のところでは、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今も
またいよいよ限りなくありますように。でこれをするために私たちも召されているんだっていうことを自覚することが大切です。私たちが聖書通りに信じるならば、栄光尊厳支配権威が創造主に行きます。でも私たちが聖書を否定するなら、私たちに栄光尊厳支配権威がありますようにって言ってるようなものですね。聖書にはこう書いてありますけれども、私の方が知っています、そういうことです。それが先ほど見ていただいた、最初に見ていただいたこの表ですね。一番上はもちろん聖書通りなんですけれども、2番目はですね、感激説という考え方です。これは、進化論を信じ始めた人たちですね、長い歴史があったんだっていうことを進化論では教えます。それに対して聖書では6日間で天地創造があった、そういうことを教えているわけですね。それとどうしたら辻褄を合わせられるか、進化論と両方とも信じられるか、そう考えた人が考え出したのがこの感激説です。天地創造の初め、創世記一章一節に、初めに神が天と地を創造したって書いてあって、その次に地は形がなく何もなかった、あるいは今の新改訳聖書では、地は暴漠として何もなかったっていう言葉ですね。この一節と二節の間、なぜ地は暴漠として何もないのか、これの意味を変えてしまいました。多分共同訳聖書では地は混沌としてっていう言葉がで訳されていますね。主がなさったことで混沌としたものってあるんでしょうか。このなぜ混沌という訳を、まあ言語にはない訳を使うようになったかっていうと、感激説という考え方があります。それはサタンの世界が最初創造されたんだけれども、一節のところですね、サタンが主に逆らったのでサタンの世界は滅ぼされてしまった、それが感激説の考え方です。それで長い年月があって、今から6000年前に再び創造が行われて、これが人の世界の創造っていう考え方ですね。初めて聞かれたこと方、この考え方ご存知でしたか。あまり伝わらなかったですか。大丈夫ですか。感激説、この感激したっていうことじゃなくて、長い年月という進化論に当てはめるために、創世記1章1節と2節の間に何十億年という期間が流れて、その後に今の創造が行われたんだっていう考え方ですね。そうすれば進化論と合わせられるんだっていうことです。でも創造の第6日が終わった時に神様は何ておっしゃったでしょう。天地創造のすべてをご覧になって非常に良いっておっしゃったんですね。もしサタンの世界がすでに滅ぼされているなら、それは非常に良くはないですよね。サタンがいるなら、まあ今日言うつもりなかったですけど、ちょっとだけ言いますけれども、創世記一章では天使たちの創造も実は直接的には分からないかもしれないですけれども、ヘブル語と英語だったら分かります。創世記2章の、3節のところですかね。あ、こうして天と地の万象が完成したっていう、1章31節ですか。伊藤先生、何節ですか。2章1節ですか。こうして天と地の万象が完成した。はい、
そうですね、はい、この天と地の万象が完成したっていうと皆さん何が完成したと考えますか。まあ、天と地すべてって、あの天と地の万象っていう言葉を聞いて日本語では物質界が創造されたっていうイメージしかないんではないかと思いますね。あの英語だとホスト・オブ・ヘブンっていう言葉が使われます。ホスト・オブ・ヘブンって英語で言ったら何のことでしょうか。天使を指す言葉でもあります。それから天体を指す言葉でもあります。両方を指す言葉ですね。ヘブル語でもそうです。この天と地の万象っていう言葉の中には御使いも含まれた創造ですね。まあ、それでですね、どうしましょうかね。で、今日まず最初に皆さんに考えていただきたかったのは、今の時代あざけるものが現れて、これはクリスチャンの中にあざけるものが現れて信仰から引き離そうとする、分裂を起こす、引き起こす人たちがいるっていうことですね。聖書をその通りに教えている人が分裂を引き起こす人ではなくて、聖書と違うことを教える人に対してこれは分裂を引き起こすって言われているっていうことに着目していただきたいと思うんですね。で、私たちに対しては聖書にしっかり立って御霊によって祈る、それが語られています。それと聖書をそのまま信じていない人たちに対して憐れみの心を持って、何とかして相手の人に分かってほしい、真実を分かってほしい、そういう思いで接することが大切だということですね。先ほど創世記の6章の3節を読みましたけれども、この創世記のその6章のところですね、私の霊は人のうちに永久にとどまることはない、人は肉に過ぎないからだ。この肉に過ぎないっていう言葉ですね。第二ペテロの3章のところでも、3章の4節ですね、3章の3節ですね、すいません、自分たちの欲望に従いながらっていう言葉があります。で、これ欲望に従うっていうことと肉の思いっていうのが同じ意味であちこちで聖書の中で使われますけれども、この創世記の6章の3節でも人は肉に過ぎないからと言われています。自分の欲望に従って生きるということが言えると思いますね。ノアの洪水前の人たち、自分の欲望に従って神様の言葉を無視して生きるようになっていました。120年間神様は猶予期間を与えました。滅びが来るっていうことを知って神様を信じるようになる人たちを起こそうと願っておられたと思いますね。あの知っていましたけれども、最後にはもうノアとその家族しか残らないっていうことを知っていましたけれども、でも滅びが来るっていうことを言われていました。私たちも今やがて滅びが来るっていうことを言われているわけですよね。リベラルな人たちはノアの洪水なんてなかった、もしこの世が滅びるって言ってもそれは火山噴火が起こってどこかの都市が大きく滅ぼされて、でも絶対生き残れるんだ、人は生き残れるんだ、そんなふうに考えています。皆さんどうですか。聖書の言葉を文字通りに信じるのか、
天地創造を文字通りに伝えることがどれだけ大切なのか、聖書の言葉をどれだけ大切伝えるのがどれだけ大切なのか、それをまず最初に皆さんに考えていただきたかったんですけれども、どうでしょうか。この話を聞いて、そうですね、今、簡単に復習しますと、終わりの日、今の時代ですね、世の中では進化論が教えられている時代です。で、その時には聖書をそのまま信じない、天地創造を信じない人たち、創造があったって言われているけれども、何事も変わらないで今に至ってるじゃないか、これが進化論の考え方と同じなんですけれども、そういう人たちが現れるって言われている、予言されている時代に今まさに入っています。そしてそういう人たちは天地創造なんかそのままではないよって教え、ノアの洪水なんてなかった、そう、天地創造、地球全体が覆われた洪水なんてあるわけがない、そういうふうに教えます。今回皆さんの希望次第で、ノアの洪水本当に起こったよっていう話もしますけれども、そういう時代に私たちは今生きているんだっていうことですね。で、進化論信じないっていうと、場合によってはクリスチャンからもあざけられる時代です。で、この一番下ですけれども、聖書通りに信じるっていうことはどういうことか、それは主の権威のもとにへりくだるっていうことですね。逆に言えば、主の栄光、主の権威を認めて主に栄光を返す、それが私たちの役割であるっていうことですね。進化論を信じて天地創造を否定する教えをする人はどうしているかっていうと、自分の権威を広めようとします。自分はこういう説を立てました、皆さんこれを信じてください、これの方が聖書通りですっていうことを言います。聖書通りに教えてない人はよく自分の教えは聖書通りですっていう言葉を使うんですね。だからコロッと騙されやすいです。はい、ちょっとここまでで皆さんに考えていただきたいんですけれども、今までの話を聞いて皆さん何か考えたこと、思ったことあったらちょっと分かち合っていただければと思うんですけれども、ソジョンさんいかがでしょうか。自分はクリスチャンになってからは、25歳からクリスチャンになってからはもう聖書はそのまま真実であることも疑わなかったんですけど、それでそのように子どもにも伝えたんですけど、ちょっと聞きたいのは、アメリカでは例えば日本の教育では学校では普通は進化論を教える、創造論を教える学校はない、普通の学校だったらないと知ってるんですけど、例えばアメリカの場合は学校でも創造論を教える学校もあると聞いたんですね。で、例えばそういう学校とか大学になってもどのぐらいの割合でやっぱり創造論を教える学校で、それをちょっと知りたかったんです。はい、アメリカで今創造をそのまま教えていいのはやっぱりミッション系の学校ですね。で、一応公教育では進化論しか教えてはいけないっていうふうになっています。ただバイブルベルトってあるんですけれども、アメリカにですね、特にテキサス州とかサウスカロライナ、ノースカロライナとかジョージアとかそこら辺の州ですね、そこではもうかなりの割合の人が聖書通りに信じています。一般の人たちだけじゃなく教師たちも聖書通りに信じています。
そういうところでは進化論が教えられなかったり、あるいは進化論を教えても教科書にはないけれども聖書が教科書になって、でも聖書にはこう書いてあるよっていうことが教えられています。で、それをしても誰も反対しない、そういう雰囲気があるところがあります。私が行っていた9年間住んだカリフォルニア州はそれとは全く逆で、天地創造なんて言ったら何バカなこと言ってんのっていう雰囲気ですね。だから州によって、また都市によっても違います。特に大都市圏は進化論しか信じない人が多いですね、はい。また国によっても違って、フィリピンなんかではどうかっていうと、私今から4年ぐらい5年ぐらい前ですかね、フィリピンに行った時に科学指定校っていう高校、まあ特にサイエンスに科学に特化した教育をしている公立学校ですね。でそこで天地創造の話をさせていただきました。で誰も反対しない。で私が話し終わった後にですね、牧師がその教室に立ってですね、いきなりイエス様の救い信じる人、救いの話全然してないのにイエス様の救い信じる人、信じる人は今紙渡しますからそれをに書いてください、 いくつかチェックするとこあるか書いてください、聖書を読みたい人、そういうふうに、まあ、いろんな項目があってですね。で7割近くの人がもっと聖書を知りたいとか聖書を読みたい、イエス様信じたい、信じるって言った人が3割ぐらいいました。日本で同じことしたらどうなるでしょうね。まずできないですよね。日本では国によって全然違うんだっていうことを私たちは知っておくといいかなって思いますね。はい、じゃあ伊藤先生はいかがでしょう。今の話を聞いて何か考えたことでも。考えたこと、はい、そうですね、まあ、世の中の人がね進化論だっていうのはまだ分かるんですけど、クリスチャンの人が進化論に混ぜ合わせた教えをしているっていうのは非常にショックだったんですね。実際にそういう教会、まあ、ついこの間というか4月頃にある教会にて創世記の公開説教って期待して聞いたら、創世記これはバビロン捕囚の時代に書かれましたってガグッときてですねあれと思って、まあ堂々とそういうメッセージがなされてるわけですね。その人たちを慰めるために書かれました創造物語みたいな形で、いやーありゃありゃと思っちゃったんですけど、まあ私のいた神学校でもいろんな考え方があって、まあ私は迫害される側だったんですけど、まあいかにこの教えをねクリスチャンの中で守っていくのが難しいのか、でも大事なのかっていうのを改めて思い出しました。はい、はい、ありがとうございます。後ろの方よろしかったらはい、本当に聖霊様によって書かれた聖書のはずなのに、今はちょっとかなり本当にまずい時が来てるんだなって話聞いてちょっと驚かされました。そして聖霊様によって書かれてない御言葉はもう真っ暗闇しかないなと思って、うん、本当に光にとどまりたいです。ありがとうございました。はい、じゃあ時間になっちゃったので、ここで一回休憩して続けたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、どういうふうに終わるんでしたっけ。大丈夫ですかこのまま。はい、じゃあ休憩に入ります。お疲れ様でした。はい、創造をそのまま信じることの大切さというタイトルで話をさせていただきたいと思います。これはここに来たら私はできるだけ必ずこの話をさせていただきたいと思っていますので、またかって思っても結構ですから、何を学ぶ必要があるのか、その本質を受け止めていただければと思います。
先ほど第2ペテロの3章の最初の方を読んだんですけれども、今度は終わりの方ですね、読ませていただきます。15節からです。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。主が忍耐しておられる私たちのためにですね。でもし主が忍耐しておられなかったら私たちは誰も救われないわけですけれども、主が忍耐していてくださるんだっていうことをまず考える必要があります。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙はの中には理解しにくいところもあります。パウロが書き送った手紙の中に何言ってんのこれって分かんないところがあったっていうことですね。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。下の方ちょっと見にくいですかね、影になって、どういうことかっていうと、心が定まらない人、これ何言ってんのこれ、自分が考えてることと違うからこれおかしいんじゃないの、そういう人ですね。パウロが書いた手紙でも聖書の他のところでもどうするかっていうと、手紙を読んで聖書を読んで、いやこれ自分の考えと違うから自分の考えでこれは聖書を読もうっていうっていうことですね。先ほど読んだ分裂を引き起こす人たちも同じですね。自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今日も永遠の日に至るまでもありますように。ここでも先ほどはユダの手紙ですけれども、ここでもですね、栄光がキリストにあるようにっていうふうに言われています。栄光が私たちにあるようにではなくてですね、キリストにあるように。それはそしてですね、この18節では主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいですね。聖書の言葉はイエス・キリストの恵みと知識で満ちています。で、私たちはそれによって成長させていただけるんだっていうことをここに留めておくことが大切ですね。そうじゃないと自分が何か聖書の中ですごいことを見つけたら、もう天下を取ったようにですね、自分はこんなにこんなことが分かってすごいよって言って、まるで自分の誇りのようになってしまうわけですね。そうではなくて、私たちが主の素晴らしい御業を知ることができた、悟ることができたことを感謝して主に栄光を期しながら歩んでいくっていうことが主に喜ばれることなんだっていうことですね。先ほど想像をそのまま信じることの大切さという話をさせていただくと言いました。で、私が時々受ける質問なんですけれども、それは天地創造よりもキリストの救いを述べ伝えることの方が大切ではないですか、そういう質問ですね。皆さんはどう思いますか、いかがでしょう。先ほど皆さんの名前分かっている人は伺ったんですけれども、花輪茂樹さん、はい、どうですか、この質問に対して。花輪さんだったらどう答えますか。天地創造よりもキリストの救いの方が大切でしょう、はい、って言われたら、両方大事だとは思うので、両方
そうですね、折を見て説明できればいいかなとは思います。はい、はい、私も両方大切だと思ってますので、それをなぜ両方大切だって言えるか、そこのところを今日は考えていきたいと思います。人が質問をするときは大抵本当に分からなくて知りたいから、だからその謎を解き明かしたい、答えを知りたい、そういう思いで質問する場合があります。もう一つの場合は自分の考えと違う場合ですね。自分の考えと違うときに自分なりの考え方があって、理由があって、立場があって、それであなた間違ってるんじゃないですかっていう意味を込めて質問するわけですね。聖書の中でパリサイ人とかがイエス様に質問することが時々あります。そういう時にはですね、パリサイ人たちは自分は正しいと思ってですね、イエス様あなた間違ってますよっていう思いを持ってやってきて質問するわけですね。何とかしてイエス様が間違っていることを認めさせたい、そういう思いですね。二通りの質問の形式があります。で、二つ目の立場の人はなかなか悟らないわけですね。理解しようとしてやってきてないわけです。でも一番上の人ですね、本当に分からなくて知りたい人、知りたいと思っている人は真理を悟ることができます。自分の考えと違うときにどういうふうに考えるかっていうと、まず学校で学んだ進化論に反するから天地創造は文字通りに信じられないんじゃないか、信じちゃいけないんじゃないか、そう思ってやってくるわけですね。ということはまず聖書の教えよりもこの世の教えの方に権威があるっていうことを信じているっていうことになりますね。そうすると天地創造はそんなに重要じゃない、もし天地創造のことを聖書通りに話したら論争が巻き起こって、それでそんなこと言ったら多くの人は聖書を信じられなくなっちゃうよ、だから天地創造を話すことは大切じゃないよっていうことを主張します。だから本当にみんなにとって救いが大切なんだからイエス様の救いを述べ伝えるべきではないですか、そういう形で質問として現れてくるわけですね。聖書には何が書かれているかっていうと、まず創世記の一章のところで6日間で天と地が作られて7日目に休まれたことが書かれています。で、その最初に作られた世界は非常に良い世界ですね。皆さん、死がない世界想像できますか？病気がない世界、互いに話し合っても本当によく分かり合えて、相手のことも分かるし自分のことも分かってもらえるし、相手を傷つけることがない、そういう関係、互いに信頼で結ばれてですね、相手が何をしてするにしてもそれは善意からしてくれるっていうことを確信できる関係、どうですか皆さん、そういう関係の中で生きられたらどうですか？素晴らしいですよね。今はそういう世界じゃないです。病気もあるし死もあるし、いろんな悲しみ苦しみがあるし、人と話してても同じ話してるつもりでも行き違ったりするとかですね、そういうことがあります。なぜそうなったかっていうことが聖書に書かれています。アダムが罪を犯したからですね。もしアダムが罪を犯したんでなければこの世界に呪いは入ってこなかったっていうことが聖書に書かれているわけですね。実際にアダムが罪を犯したから私たちすべて救われる必要があるっていうことです。これが私たちが救われなければならない理由ですね。最初は非常に良い世界が作られました。その当時は救いは必要なかったわけですね。でもアダムが罪を犯して
すべての人が結果として創造主に逆らったので、すべての人は刑罰を受ける、そういうべき存在になったわけですね。でもイエス様が身代わりに十字架にかかってくださって、私たちの罪を受けてくださったので、それを信じるならば永遠の命が与えられる。これが救いです。ですから天地創造が嘘だったら、私たちが救われなければならない理由っていうのもなくなってしまうっていうことですね。だからそういう意味で天地創造も大切だし、イエス様の救いも大切なんだっていうことですね。花輪さんはそんなふうに答えていただけますか、これから。そうすると伝わりやすいかもしれないですね。でももし天地創造についてそのまま信じていない人に対していくら言ってもですね、伝わりません。なぜイエス様の救いが大切だっていうのは分かるけれども、天地創造がなぜ大切なのかっていうのが伝わりません。なぜかっていうと、天地創造がおとぎ話だと思っている人たちにいくら天地創造大切だって言っても分からないんですね、相手の人が。それから創世記3章15節では、女の子孫から救い主が生まれるという約束があります。私たちが救われなければならない理由ですね、それが天地創造のところに書いてあるわけですね。まあ、最初のアダムの罪によって死が入ってこの世界が呪われたから、私たちは救われなければならないということですね。聖書には6日間で天地が創造され、7日目に休まれたということが、これは創世記の1章のところに、まあ、1章と2章の最初のところですね、そこに書いてあります。それだけではなくですね、出エジプト記の20章11節にも書かれています。こうあります。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。これは十戒の石の板に書かれた言葉です。誰が書いたんですか、十戒の石の板。はい、誰が十戒の石の板に書いたでしょう。神様が書いたわけですね。人が書いたんじゃないんです。神様が書いた言葉です。それを見たモーセは、この言葉を読んだモーセは、神様は文字通りの6日間で天と地を作られた、7日目に休まれたっていうのをそのまま信じたと思いますね。いかがですか、モーセこれ読んで、神様すごいですね、何十億年もの長い期間を6日で表して、で7日目に休まれたんですねって言ったと思いますか、モーセは。そうじゃないですよね。文字通りにモーセは確信して、その天地創造は6日でなされた、そう信じたと思いますね。神様には6日で天と地を作ることできないでしょうか、できるでしょうか。当然できるわけですよね。でも進化論を信じてしまうと、いやそんなことありえないって思ってしまうわけです。そしてどういうふうに考えるかっていうと、長い年月をかけて神様が少しずつ少しずつ進化させながらこの世界を作ったんだ、そういうふうに考えるわけですね。そして天地創造が完成するまでにも、進化論の歴史ですから、たくさんの動物が絶滅し、そして亡くなり、そして最後に今から何万年か前に人間が作られ、で人間もアダムが作られたんではなく、最初は、霊を持たない、動物の霊しか持たない人間が作られて、そういう人たちをアダム原人って呼びますっていうんですね。まあ聞いたことないと思いますけれども、
なぜそういうことを言うか。進化論では人類の祖先がいたっていうふうに説明するからですね。ピテカントロプスエレクトスとか聞いたことあるでしょうか。それから、アファールエンジンとかですね、そういうのがいて最後に人間になったんだ。進化論ではそう説明します。ですから聖書もそれに合わせてですね、アダムが最終的に作られる前に進化上の人間の祖先がいたんだっていうふうに考えて、そういう人たちをアダム原人と呼びます。信じなくていいですからね。はい、まあ、そういうアダム原人たちも何度も絶滅していって、いろんなアダム原人がいるわけですけれども、最終的に人の霊を与えられたアダムとエヴァが作られたというふうに考えるわけですね。そうするとどうなりますか。死は長い歴史の中で、進化論の歴史ですね、聖書を信じている人ですけれども、長い歴史の中で死というものは常に存在したんだ。そして創世記の一章の最後の方で、全てをご覧になって非常に良いとおっしゃった、だから死も良いものだ、そういうふうに考えます。皆さんどうですか。死は良いものだと思う人どれぐらいいますか。いないですよね。聖書にも死は悪いものだっていうことを書いてありますよね。いろんな形で書かれています。進化論を信じてしまうと、論理的に考えるならですね、死も良いものと考えなくちゃいけなくなってきます。そうするとですね、神学者によってはこういうことを言い出します。アダムの罪の結果の死っていうのは肉体の死を指しているんではなくて、霊的な死だけを指すんだって主張するわけですね。なぜなら肉体の死は最初からあったから。私今聖書通りに言ってないですからね、人の考えを言ってるので誤解しないでください。聖書は何て言ってるか。創世記の3章でアダムに対する裁きの中でですね、何て言われているかっていうと、あなたは土から捕らえたのだから、ついに塵に返るっていう言葉がその裁きの中で語られています。ということは肉体の死もこの時から入っているということですね。聖書はそのように教えています。で、進化論を信じている神学者でアダムの罪の前から死があったって信じている人たちはどういうかっていうと、イエス様が復活されたっていうけど、あれは肉体は復活しなくて霊的に復活されただけだっていうことを主張する神学者たちがいます。トリニティ神学校のハリス教授っていう方ですね。私が、アメリカで学んでた頃はそのハリス教授が結構そのことを主張していました。皆さんどうですか。イエス様の肉体は蘇らずに霊的に蘇ったんだ。聖書にそう書かれていますか。書かれてないですよね。なぜそんなふうな主張をするかっていうと、進化論を信じて論理的に進化論と聖書を組み合わせようとしたからですね。あんまり論理的じゃないですけども、でも彼らはそう思ったわけですね。また進化論的な長い年月がかけて創造されたんであれば、創造の最後に人が作られるまでにも繰り返し繰り返し死というものがあったっていうことですけれども、イエス様はこうマルコの福音書の10章5節6節で言っています。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。もし進化論が本当だったらば、
創造の時間が何十億年っていう期間をかけて創造されて、その最後に人を作ったっていうことになるわけですね。でもこの聖書は創造の初めから6日間の創造のことを指しています。この創造の1週間のことを指していますけれども、創造の初めから神は人を男と女に作りっていうことを教えてるんですね。はっきり誰が言ったんでしょう。イエス様が言ったんですね。あの昔インディアン嘘つかないっていう言葉ありましたけれども、イエス様嘘つかないですよね。あのちょっと品種買うとあれなので、あの忘れてください。あのイエス様は私たちに嘘をつかれる方ではないわけですね。天地創造の初めから、この創造の1週間、聖書の創世記の1章のところから、人をアダムとエバとして最初から作られたって教えています。それから死は悪いものではないじゃないかっていう教えに対してですね、アダムの罪の結果の死っていうのは霊的な死だけだっていうことに対して、あの先ほど言ったのがこの創世記の3章19節ですね。これはアダムに対する裁きですけれども、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に還る、もう肉体も滅ぼされて死ぬっていうことですね。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に還らなければならない。これはアダムの罪の結果の呪いですね。だから人に救いが必要なんだっていうことを聖書は言っていますけれども、もし死が悪いものではないなら、人に救いが必要な理由はなくなってしまうわけですね。1940年代から50年代にアメリカの大説教者という大伝道者ですねと呼ばれたのがチャールズ・テンプルトンです。皆さんビリー・グラハムのこと聞いたことあると思いますけど、彼は本当にずっと世界中走り回ってですね、伝道をし続けましたけれども、1940年代50年代の伝道者の二大巨頭がビリー・グラハムとチャールズ・テンプルトンでした。でこのチャールズ・テンプルトンはですね、1950年代後半からですね、プリンストン大学に行くようになりました。プリンストン大学はもともとミッション系の大学だったんですけれども、この頃になるともう完全に進化論を教える大学ですね。それでこのチャールズ・テンプルトンは進化論を学んで、それが本当なんだって信じ込んでしまいました。そしてどうなったかっていうと、ビリー・グラハムに手紙を書いて、いや進化論が本当なんだから聖書を自分は信じられなくなったよっていうことを言い始めたんですね。で、もう彼は亡くなったんですけれども、1996年に Farewell to God っていう本ですね、神よさらばっていう本を書いています。彼は信仰を完全にもう失ってしまっていて、むしろ聖書を信じている人のからその信仰を取り上げようとすることに一生懸命になりました。聖書信仰から離れさせることですね。進化論がどれだけの影響を与えているかということを考えていただきたいと思いますね。聖書だけを信じていたときは本当に主を愛して仕えていたんじゃないかって思うんですけれども、誤ったことを信じてしまったら、そこから信仰が失われる方向にどん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 向かっていってしまったわけですね。先ほど言ったアダム原人ですけれども、英語ではプリアダマイトって言います。実際はいませんでしたけれども、進化上の人間の祖先を
プリアダマイトっていうふうに英語では言います。でも使徒の働きの17章26節にはこうあります。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、この一人の人って誰ですか？アダムのことですよね。地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境と境界とをお定めになりました。聖書ははっきりと新約聖書の中でも一人の人からすべてを作り出した、最初の人は誰ですか？アダムですね。アダムの脇からあばら骨かもしれませんけれどもエバが作られます。そしてアダムとエバからすべての人が生まれてくるわけですね。聖書的創造が事実なら、キリストの救いはなぜ必要か、アダムの罪の結果入った死から救われるために私たちすべてに必要なんだっていうことですね。でももしこの聖書に書かれていることが天地創造がおとぎ話だったらどうですか？そしたらキリストの救いっていうのも必要なくなってしまいます。なぜなら最初から死があったということになるからですね。またアダムが人類の全ての人類の最初の一人ではなくて、もっとずっと登っていくとプリアダマイトって呼ばれる人々がいて、そういうふうにどんどん遡って常に死があったんだよっていう教えを信じることになってしまうわけですね。先ほど読んでいただいた第2ペテロ3章、読んだところですね、3章15節から18節のところですけれども、16節のところを読みます。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもありますとあります。もし進化論を信じていたら、天地創造の話をしたらどうですか？いやそん違うよね、学校でそんなこと教えられなかったから、理解しにくいわけですよね。そういう時にどうしたらいいのかっていうことがペテロのにとって大切な問題でした。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。ペテロはこの時どうしたかっていうと、理解しにくいところをそのまま信じたんです。パウロが書いて主から与えられた言葉だから、私にはこれちょっとわからないけれども、でもパウロが言って書いたことそのまま信じますっていう態度ですね。それに対して別な人たちは、いやパウロこんなこと言ってるけれども信じられないから、いやそれはパウロの言ってることはなんか別な意図があるに違いないとかですね、自分の考えとミックスさせてこういうふうにすればこのパウロの言った言葉を説明できるとか、そういうふうにしたわけですね。理解しにくいところを曲解するとあります。で、どういう人たちが理解しにくいかっていうと、聖書では無知な心の定まらない人たちっていうふうに書かれています。聖書が正しいっていうことを決めてない人たちですね。聖書に教えられていることが正しいのか、この世の考え方が正しいのか、どっちだろうって迷っている人たちは無知な心の定まらない人たちってここで呼ばれているわけですね。世の中が、世の教えと聖書の教えが矛盾するとき、心が定まっている人は聖書が正しいって考えます。たとえ自分の考えと聖書が違っていても、どっちを取りますか？皆さん、あ、自分の考えが間違ってるんだ、聖書に書かれていることが正しいんだ、そう取るって決めているっていうことですね。心が定まっている人は、もう一回言いますけれども、心が定まっている
人は聖書が教えていることと自分の考えとが違っているとき、聖書が正しいというふうに考えます。自分の考えを捨てるわけですね。そして聖書に書かれていることをそのまま信じます。もう一つ の, あ そ, のそういう人は命を受けるっていうことですね。心が定まらない人、聖書に書かれていることと自分の考えとが違うと思うときにどう理解しようとするかっていうと、きっとこの言葉には何らかの真理は含まれているんだろう、でもそのまま読んだら自分の考えと違うからそのまま読んじゃいけない、そういうふうに考えるわけですね。そうして曲解するわけです。例えば天地創造のことであれば、進化論では何十億年という時代を、まあ、年月をかけてこの地球ができたんだって教えているから、聖書をそのまま読んではいけない、でもこの聖書には何らかの真理はきっと含まれているに違いない。創造主はもしかしたら進化論を使って天地を創造されたのかもしれないとかですね、そういうふうに考えるわけですね。でそういう説を提唱していくわけです。これを曲解するというふうに言われています。そして自分の考えや世の教えと矛盾しない聖書の教え、それを提唱しようとするわけですね。そういう人に対して聖書は滅びを招くと教えています。皆さんはどちらの考え方をしたいですか？自分流での聖書解釈、聖書理解を伝えたいですか？それともイエス様が教えたい通りに、イエス様が私たちに理解させたい通りに聖書を理解したいですか？当然下の方ですよね。イエス様が私たちに教えたい通りに私たちは聖書を知ることができたら素晴らしいですよね。上の自分流の聖書解釈は自分が何が真理かを決めるっていう考え方です。そして自分が何が真理かを決められると思ってしまっていることですね。聖書と自分の考えが違うとき、聖書が正しいと思っている人は、あ、自分これこう思ってたけど間違いだ、本当に正しいことを教えていただいてありがとうございますっていう気持ちになるわけですね。聖書を読んで、どちらが皆さんいいでしょう？なぜ自分流の考え方をするかっていうと、すでに何か邪魔をする考え方が自分に入っている時ですね。それは世の中の教えであったり、自分の考え出したこれが素晴らしいと思うような教えであったり、そういうのがあると聖書を読んでいて聖書と矛盾を感じます。そういう時にどうするでしょう？皆さんは聖書の言葉が正しいと心に定めている人はその聖書の言葉通りに信じます。でもこの前を見ていただくと、聖書の言葉通りではない世の教えがあって、聖書の教えと矛盾するって考えるときですね、どうしようこれ、どうやったらみんなに説明できるだろうって思うときに、あ、こういうふうに説明すれば聖書と矛盾しないで、この世の考えとも矛盾しないで伝えられるっていう、その曲解した考え方ですね。それが折衷案ですけれども、実際にはこういう考え方は聖書と矛盾しています。でも本人は聖書と矛盾しない考えができた、そういうふうに思えるわけですね。例えばですね、パウロの時代、先ほどお話しした霊知説という考え方ですね。その説では光の王国と闇の王国があって、で光の王国と闇の王国が常に戦っているんだ、そういう考え方ですね。聖書とちょっとだけ似ています。でこの闇の王国の主はサタンで、
光の王国の主はイエス様っていうことにすれば聖書とぴったりじゃないかっていうふうに考えてしまった人たちが、この霊知説という考え方を教会に持ち込んできたわけですね。で、この当時の異端はそこから始まってますね。第一テモテの6章20節ではこう書かれています。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。こういうふうにパウロは言っています。私たちも間違った教えが入り込んでくるとき、それをきちんと避けるように伝えることが大切ですね。そうじゃないと取り込まれてしまうからです。聖書の言葉があって、2世紀の恐怖テオピロという人は天地創造を文字通りに信じていました。聖書に書かれている通りですね。6日間で天地創造があって7日目に休まれたということを信じていました。で、3世紀に、新プラトン主義というのが出てきて、で、新プラトン主義っていうのは一つのもの、一者ですね、一者からもう全てのものが始まって、それで一者から流出したものからこの宇宙も地球もそこに住むものもできたっていう考え方が新プラトン主義の考え方です。ちょっとだけ聖書と似ています。唯一の創造主がおられるっていう点ですね。創造主によって全てが作られたっていう点では似ています。で、それをですね、オリゲネスという人が取り入れて、当時の教会の人たちにですけれども、この新プラトン主義的な聖書信仰をどん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 教えていきました。で、オリゲネスは聖書と矛盾するところを信じないわけですね。そのプラトン、新プラトン主義と。それで何をしたかっていうと、オリゲネスは霊的解釈っていうことで、聖書に書かれていることを 何かしら意味づける、例えば、何がいいでしょうね、何かの出来事があった、これは実はこういう解釈をするとこの意味が私たちにとって現実となりますよ、そういうようなことを聖書のあらゆる箇所に対してしていきました。で、カトリックでは一時期これオリゲネスはその恐怖から外されるわけですね。この人は信仰者じゃないっていう。で、今はまた復活してますけれども、でも主の目から見たらどうだったんだろうかっていうことを思いますね。聖書に書かれていることと新プラトン主義を何とかしてミックスさせて両方信じてもらおうとしたわけですね。いつの時代でもその時代の世の中の人々が信じている教えっていうのがあります。霊知説がそうでしたし、新プラトン主義がそうでしたし、今はですね、18世紀頃から進化論の土台となる考え方が一般の世の中では主張され始めます。そしてこの聖知説という考え方は何事も世の初めから変わらないことが続いているという考え方ですね。先ほどの第二ペテロの3章3節の考え方、これが聖知説の考え方そっくりです。聖知説を信じている人たちは現代を知ることは過去を知ることの鍵であるっていうふうに言うんですね。現在を見ていれば過去にはずっと何事も変わらずに同じことが起こってきたんですよっていうことです。で、その考え方に立った人たちは科学ではこんなことが主張され始めたっていうふうに、どうしようどうしようってなるわけですね。無知な心の定まらない人たち、聖書が正しいって確信していない人たちは、この世の教えが聖書と矛盾するときにどうしようとなって、そして出てきたのが先ほどお話しした感激説という考え方ですね。
創世記1章1節と2節の間に何十億年という長い期間を置けば聖書とも矛盾しないし、この世の教えとも矛盾しないじゃないか。残念なことに今日本で天地創造に関して一番信じられているのはこの感激説です。ちょっとすいません、もしもし、今ちょっと講義中、すいません、そういう経緯があってこの聖一説という考えが出てきたので、それに合わせるためには何かないだろうかっていう探した人がこの感激説だったら聖書とも両方進化論とも矛盾しない、そう思って提唱したものですね。それから非時代説という考え方が出てきました。非時代説っていうのは創世記一章の一日一日は長い地質時代を指してるんだっていう考え方ですね。そういうふうにすれば進化論とも聖書とも矛盾しないんじゃないか、そう考えたわけですね。その後この世の中では地質学原理という本が書かれます。チャールズ・ライエルという人が地質学を自分なりに推測してですね、地層は長い年月がなければできないはずだって思い込んでですね、それを発表しました。で、この地質学原理が現在の地質学の土台となっています。で、チャールズ・ダイエルは地質学の父と呼ばれたりしていますね。でもこれは聖書を全く無視してノアの洪水はなかった、天地創造はなかったっていう考え方に基づいています。で、この聖一説だけじゃなく地質学原理が書かれたことによってますますクリスチャンたちは動揺し始めます。1840年代にはですね、アメリカの教科書の中にこういう感激説とかですね、そういうのが書かれるようになります。公立学校の教科書ですね。で、出てきたのは黙示日説という考え方ですね。どんな説だと思います？まあ想像つかないかもしれないですけれども、この、天地創造の話はモーセが教えられた話だから、主がモーセを呼び出してその第一日目に話されたのが創造の第一日目のことで、じゃあモーセまた明日会おうねってバイバイって、じゃあ明日次の日にモーセがやってきたら、じゃあ今日は第二日だからこのこと次の創造の話をしてあげよう、それで第二日の分の創造の話をした、こういうふうにして7日かけてモーセに、天地創造の話をしたっていうのがこの黙示日説ですね。よく考えますね。それから見かけの時代説というのがあります。これはどういうのかっていうと、創造主は最初から地層とか化石とかそういうものを含めて作られたんだ、天地創造された時にもうすでに、地層があって化石があって、そういう死の跡が見えるように作られたんだっていう考え方ですね。そうであれば文字通りの6日間で天地創造がなされても地層があって化石があるのとも矛盾しないし、一見長く見えるけれども実際は短期間なんだっていう説ですね。どうですか皆さん、これ正しいでしょうか。神様が私たちを騙している、人を騙しているように見えませんか、これが本当であれば。1859年にはダーウィンが種の起源という本を書いて、そしてここから生物の進化論が
語られるようになります。それまでは地質学だけの話ですね。でこの進化論が一般でも教えられるようになってくると、まあ、一般といっても日本ではもう1910年から東京大学で教えられ始めますけれども、アメリカではですね日本では明治10年ですね1880年ぐらい明治10年に、東京大学で教えられ始めます。アメリカで進化論が教えられ始めて教えていいよっていう許可が出たのは1960年代です、まあ、1968年にバトラー法という進化論を教えてはいけないっていう法律が禁止されます。終わりになります。でもうちょっと前であれば1963年に学校からモーセの実戒と祈りが禁止されるわけですね。公立学校でモーセの実戒を教室の前に貼ってはいけません。また学校の先生が授業の前にお祈りしてはいけません。これが決められます。連邦議会でです。連邦裁判所でですね、そういう判決が出て、でもそれまではどうだったでしょうか。学校でお祈りしてよかったんです。学校の前にはですね、モーセの実戒が書いてあって、殺してはならない、盗んではならないとか、父母を敬え、他に何がありますか。第一、第二、第三、第四、神を愛すること、偶像を拝んではならないとか、そういうのが誰でも知っていたわけですね。学校で学ぶ人は、日本では残念ながらそういう機会も最初からなかったですけれども、でそういうアメリカの状況ですけれども、でもクリスチャンの神学者たちは何とかして進化論と聖書をミックスさせてどっちも信じられるようにしなくちゃって思ったわけですね。で1924年には枠組み説というのが提唱されます。この枠組み説っていうのは何かっていうと、創世記一章は歴史ではなく詩であるって考えればいいんじゃないか、ポエムであるって考えればいいんじゃないかっていうことですね。そうすれば創世記一章が歴史じゃないんだから、進化論は歴史として受け止めて、創世記一章は詩であるという天地創造を描いた詩であるって考えればいいんじゃないかっていう枠組み説を提唱しました。でどうしてそういうふうに言えるかっていうことをいろいろ理屈をつけるわけですね。例えば第1日、第2日、第3日は天で行われていることで、第4、第5、第6日は物質界で行われていることだ、それを表した詩なんだって言います。これ信じないでくださいね。第1日目は天と地が作られたって言ってるでしょ。第4日目は太陽、月、星が作られたって言ってるでしょ。これ対応しますよね、そういうふうに言うわけですね。信じないでくださいね。第2日目は上の水と下の水が分けられたって書いてあるでしょ。第5日には、空の鳥と海の魚が作られた、上の水と下の水と合ってるでしょっていうことですね。第3日には陸地が作られ、植物が作られたって言ってる。第6日には陸上の動物が作られ、人間が作られたって言ってる。合ってるでしょ。本当に合ってるかどうか分かんないですけど、むしろ合ってないですけれども、そういうふうにですね、一見まるでそれが詩であるかのように思わせてですね、聖書の歴史、天地創造が事実であるということを信じさせないようにするわけですね。1989年には天文学者の、ヒューロス
博士によって考え出されたのが全身創造論という考え方ですね。最近は新創造論って主張しています。新しい創造論だっていうことですね。どういう説かっていうと、創世記の一章に光よあれ、すると光があったっていう言葉があります。で、天文学者なので進化論もの時代と長い歴史と、ビッグバン宇宙論を彼は信じていました。それで光よあれっていうのは、聖書がに書かれている光よあれっていうのはビッグバンのことだってもうピンと結びついちゃったんですね。で、それでビッグバン宇宙論によって創世記を説明しだしました。天文学者が言っているんだからきっと正しいに違いないって思った神学者たちは喜んでそれを受け入れて飛びついていきました。さらに別な説が出てきます。2009年に宇宙神殿説っていう説ですね。この説は、先ほどの枠組み説と似たようにですね、創世記一章は歴史ではないっていうふうな捉え方をする説です。じゃあ創世記一章はどういうふうに捉えるかっていうと、創造主の神殿のいろんな役割を語っているのが創世記一章であって、これは歴史のことではありませんよっていう考え方ですね。ジョン・ウォルトンというウィートンカレッジの教授ですけれども、彼が主張し始めました。で、彼は何を最初から信じていたかっていうと、進化論を信じていたんですね。進化論を信じていて、それで天地創造と矛盾するから、じゃあこの天地創造っていうのが進化論と矛盾しないのにはどうしたらいいか、それを考えました。それで考え出したのがこの創世記一章は神様の神殿のありようを語ってるんだっていうことにすればいいっていうことですね。そして古代バビロニアの偶像崇拝の形は7層からなる神殿でした。で、それを真似してその創造の1週間っていうのがこのバビロニアの神殿と同じだっていうふうに考えたわけですね。これはエテメンアンキという遺跡なんですけれども、おそらくこれがバベルの塔だろうっていうふうに考えられています。で、このバベルの塔を復元するとですね、こういうふうに、7つの層からなっています。で、一番下から何が祀られているかっていうと、惑星とか月、一番上は月が祀られているんですけれども、下から土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月ですね。で、こういうふうになっているから、これと創世記一章が同じだって考えたんですね。彼はバビロンの研究をたくさんしていました。時間になってしまったので、もう一つだけお見せしますけれども、これはイラクにあるバベルの塔と考えられる場所ですね。エテメンアンキ、天と地の元いとなる建物という意味ですけれども、こういうのに基づいてこれと聖書を組み合わせようとしたために、創世記一章歴史ではない、天地創造は事実ではないっていうことを主張するようになりました。イエス様は私たちにどう信じてほしいでしょう。いろんな学者が言う通りに信じてほしいでしょうか、それとも聖書に書かれている通りに信じてほしいでしょうか。ということで、ここで一回切って次の時間に行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。先ほどの時間はですね、創造を
そのまま信じたくない人たちがどうしてそういうふうに曲解をするのかっていうことを考えました。心の定まらない、無知な心の定まらない人って呼ばれている人ですね、聖書に。私が言ってるんではないので私たちももし聖書に書いてあることを読んでも、いやこれ自分の考えと違うからおかしいって思ったら、私たちも無知な心の定まらない人って聖書に言われてしまうっていうことですね。逆に心の定まっている人は聖書に基づいて考えます。で、その心の定まった人になったペテロのことをちょっと話していきたいと思いますけれども、マタイの福音書の16章の13節からですけど、前に出ているので見えますでしょうか。はい、読んでいきます。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。はい、ここのところですけれども、まずイエス様はご自身のことを、世の中の人たちは誰だと言っていますかって聞くわけですね。で、弟子たちは、世の中の人たちはヨハネだって言ったり、預言者だって言ったり、エレミアだ、エリアだ、いろんなこと言ってますよって答えるわけですね。で、次に質問したのは、世の中の人ではなくて、あなた方は私のことを誰だと言いますかっていうことですね。で、ペテロが代表して、あなたは生ける神の御子キリストですって答えるわけです。ペテロは何によって答えたでしょうか。世の中の考えによって答えたでしょうか。そうではないんですね。イエス様はこう答えます。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。こう答えるわけですね。ペテロは御父から教えられたことに従って答えたわけですね。世の中の考えとは違います。世の教えではなく、主から教えられたことをそのまま答えたわけですね。それでペテロは称賛されるんですね。皆さんだったらどうですか。イエス様から教えられた通りに、イエス様、あなたは創造主の御子キリストです、そう言ったら、イエス様は何て思ってくださるでしょうか。皆さんはそれを告白したからここにいるんですね。ペテロに対してイエス様はこう言いました。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。まあ、ペテロに対して教会を建てる、その礎としてくださったわけですね。ペテロの信仰告白、あなたは生ける神の御子キリストです、この告白を土台として教会が建っています。その信仰告白をする人に対して、ハデスの門も打ち勝つことができない。私たちがペテロと同じように、イエス様は生ける神の御子キリストですって告白するなら、私たちはハデスの門に敗れることはないっていうことですね。ペテロに対してイエス様はこれをおっしゃいました。さらにですね、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。
皆さん、ペテロどんな気持ちだったと思います？イエス様からこう言われて、きっと嬉しくてしょうがなかったんじゃないでしょうかね。有頂天になったペテロですねそれで、なぜ称賛されたかっていうと、この世の教え、この世の考え方を尋ねられたけれども、自分はこの世の考え、この世の教えに基づいては答えないで、主から教えられたことを答えたからですね。先ほどの第二ペテロの三章の言葉で言えば、心の定まったものとして主の教えを答えたわけですね。それで称賛されたわけですけれども、その次に何が起こるかっていうとですね、その時から、あ、読みましょうか。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。今まで称賛されて有頂天になったペテロですけれども、何があったかっていうと、イエス様がこれから自分は十字架につけられて殺されるよっていうことを話し始めるわけですね。この後も 何回か同じことをイエス様は話されていたと思いますけれども、で、その最初の時ペテロはどういう行動に出たかっていうと、イエス様、ちょっとこっち来てください、私はイエス様が大好きです、で、イエス様は王として来られたんじゃありませんか。そうですよね、イスラエルの王になるって予言がされてますよね。あなたは死ぬはずがないじゃないですか。永遠の御国を建てるんでしょ。そういう頭の中でのペテロの論理が働いていたと思いますね。だから主の恵みがありますように、そんなことあなたに起こるはずがありませんよ、イエス様いいですか、そんなこと言っちゃダメですよっていうことですね。どうですか皆さん、どっちが全てを知っているでしょう。ペテロは自分の思い、あるいは世の中の人たちがイエス様が来られたらどうなるか、この世の考え方に基づいてイエス様は死なないって思ったんですね。でもイエス様は十字架にかかって死ぬっていうことをおっしゃいました。どっちが正しかったでしょうか。イエス様が正しいわけですよね。ペテロはこの世の人たちの考えと同じ考えで、イエス様は死にませんよっていうわけです。ペテロはここで曲解してどうしていた、どこに向かっていったでしょうか。聖書よりも自分の方を正しいとしてしまったわけですね。イエス様よりも自分が正しいとしてしまったわけです。イエス様は下がれサタンって言われました。他の聖書の箇所を見ると、他の弟子たちも眺め回して、そしてみんなきっと同じ考えをしていたと思いますけれども、ペテロに対して下がれサタンって言いました。別な言い方をすれば、他のすべての弟子たちに対しても下がれサタンって言っている様子だと思いますね。他の弟子たちもきっとイエス様が王様になったら自分は何になるかな、財務大臣になれるかなとか、自分は何大臣になれる、してもらえるかなとか、そういう話をしていたかもしれないですね。誰が偉いだろうって。イエス様は
下がれサタンっておっしゃったんです。ひどいと思いません？どうですか、ひどいと思いません？イエス様に下がれサタンってもう恐ろしい顔でですよ、言われて、いや自分サタンじゃないのにって思うかもしれないですね。なんでイエス様はこんなことを言ったんでしょう。どうですか、ペテロはきっと傷ついたと思いますね。かなり傷ついたと思います。ショックだったと思います。さっきまで褒めててくれたのにって思ったかどうか分かりませんけれども、ペテロはこれでどうしたでしょうか。イエス様をなんかもう知らないってなったでしょうか。イエス様の言われたことを通してペテロは自分の何が悪かったんだろうってこれからずっと考えていったんじゃないかと思いますね。何が悪いかっていうのは明白でした。イエス様がおっしゃったことを自分は否定したっていうことですね。まあ、この後もイエス様からあなたは私を知らないって言うって言ったけれども、いやそんなことありませんよ絶対って言ったのに、鶏が鳴く前にペテロは3回イエス様否定するとか、まあそういうこともありますけれども、そういういろんなことがあって最終的に書いたのが第二ペテロの3章です。心の定無知な心の定まらない人は聖書の言葉を曲解して自分の身に滅びを招いているっていうことですね。もしイエス様がここで下がれサタンって言わなかったら、ペテロはこれからもいやイエス様それ違いますよっていうことを繰り返していったんではないかと思いますね。自分の考えと違うこと、それを続けていったらどうなったでしょう。ペテロは本当に滅んでしまったと思いますね。なぜサタンとまで言われなければならないのか、それはペテロが滅びてしまうからですね。イエス様の言葉を信じそのまま信じるのを拒んだのがペテロの失敗でした。自分の考えを優先させてイエス様を否定したんですね。それで下がれサタンと言われたわけですけれども、ペテロの頭にあったのはイエス様は王様になるんだということですね。それで最終的に書いたのがこの第二ペテロの3章16節です。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。聖書に書かれていることを自分流の解釈をつけて、きっとこれをこういうふうに解釈すれば世の中の人にも分かってもらえて聖書とも一致しているはずだ、そういうふうに考えて実際には聖書が言おうとしていることを変えてしまうなら、それは滅びを招くって言われているんですね。世の教えに迎合して聖書の教えを変えてしまうならば、それは滅びを招いてしまいます。先ほどマタイの福音書の16章の24節から続けて読みましょう。はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。マタイの福音書の16章の13節から最初の13節からのところでは、まずペテロに世の中の人々は何を言ってますかって聞くわけですね、弟子たちにですね。で弟子たちはこの世の人たちの考えを答えます。そしてじゃああなた方は何て言いますかって言って、
ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですって答えるわけですね。それは道の心をペテロが知ってそれを答えたわけですね。次に起こったことは何かっていうと、イエス様がおっしゃったことに対してペテロはこの世の考えに基づいてイエス様を否定したんです。そしてペテロは何て言われたかっていうことを言うと、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているっていうことですね。人の考えを思って神様のおっしゃったことを否定したっていうことです。そこを出した方がいいですよね。ですね、23節で、この23節のところですね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。人の考えていること、それを信じてイエス様が言ったことを否定したっていうことですね。これが滅びに至る道です。私たちも聖書に書かれていることよりも人の考え、この世の考えを受け止めていこうとするならば、それが滅びに至る道なんだっていうことですね。それでこのように言われています。自分を捨てって書いてあります。この自分を捨てっていうのは何を、この流れから考えるとですね、文脈から考えると自分を捨てるとは何でしょうか。自分の思い込んでいる考え方、この世の考え方を捨てて、聖書が言っていることを自分のものとして歩んでいきなさいっていうことではないでしょうかね。自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとあります。イエス様が十字架を追って歩まれた時、世の中の人たちはどうしたでしょう。イエス様に対してカルバリの道を歩いている時、唾を吐きかけたり、あざけったり、バカにしたり、小突いたり、いろんなことをしたわけですね。自分の十字架を追う時、私たちもそれと同じことをされることを覚悟しなければならないということですね。なぜならこの世の考えと違うことを信じ、この世の人々の考えに迎合せずに聖書が教えていることを伝えようとするからですね。そうすると世の中の人は何をバカなこと言ってんだ、そう思うようになります。場合によっては同じクリスチャンからバカにされます。実際にそれが今多くの場合起こっているわけですね。聖書そのまま信じてるよ、創造は1週間でなされたよ、そう言ったら多くのクリスチャンは笑い出します。いや今科学の時代だよ、そんなおとぎ話信じてどうすんのっていうふうに言われてしまうんですね。でもそういう人たちは主の力が分かってない、全知全能の力って本当に全知全能だって知っていないわけですね。そして、自分を捨てっていうのは自分の考え、世の中の考えを捨てて聖書の考えを自分のものとしてイエス様についていきなさい。そうするときに世の中からは変な目で見られたりするかもしれません。でもそれがとても大切だっていうことですね。命を救おうと思う者はそれを失い、どういうことでしょうか。この世の考えを受け入れようとするならば、自分は立身出世できるかもしれません。世の中から認められるかもしれません。でもそうするならば誠の命を損じるっていうことですね。逆に私のために命を失う者は、聖書に書かれていることが本当だって信じて、そしてそれを伝えていこうとするならば、誠の命を見出すっていうふうに書かれています。
人はたとえ全世界を手に入れても、どんなにこの世の中で立派な人だって思えたとしても、まことの命を損じたら何の得がありましょう、滅びに至ったら何の得がありましょうっていうことですね。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。私たちが何かを差し出すんではなくて、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださる、それだけが私たちの救いの希望ですね。もし私たちが聖書の教えを退けて、そして自分の考えやこの世の教えを受け止めて生きていこうとするならば、どんなに立派なクリスチャンだと思われたとしても、主がそれで認めてくださるかどうか、そこをよく考えなければならないと思いますね。私たちが気をつけなければならないことは、自分の考えを優先させて聖書のそのままの教えを信じるのを拒むならば、イエス様はきっと皆さんに対して下がれサタンと叱ってくださるっていうことですね。ペテロはこれがあったから滅びないでよかったと思いますね。イスカリオテのユダはやはりその同じ場所にいたと思いますけれども、イスカリオテのユダはきっとキリストを是が非でも王にするんだ、イエス様は十字架で死ぬはずがない、そう思い続けていたんではないかと思いますね。ここは推測ですけれども、で、マタイの22章の3節にこうあります。さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。これは最後の晩餐の時ですね。なぜサタンが入ったのか、それはイエス様の言葉を否定したからです。信じなかったからです。イエス様が十字架にかかるっていうことをおっしゃったけど、そんなことあるはずないじゃないっていうのを信じ続けたんじゃないかと思いますね。でユダは祭司長律法学者たちにイエス様を引き渡す算段をつけてですね、それでイエス様を引き渡したわけですけれども、イエス様は絶対ローマ兵やっつけて、そして王として君臨されるに違いないって思ってたかもしれません。でも結果はイエス様が十字架にかかってしまったっていうことですね。ユダは銀貨を神殿に投げ込んで首を吊って死んでしまうわけですけれども、ユダの失敗はイエス様がおっしゃったことをそのまま信じなかったことですね。マグダラのマリアという女性がいますけれども、ナルドの香油をキリストに注いで死なれる用意をするわけですね。なぜマリアはこんなことをしたんでしょうか。おそらくですね、マリア、マルタの妹ですね、のマリアですね。マリアはおそらくですね、イエス様が来られた時、イエス様が語られる言葉を真剣に受け止めていました。でその中にもしかしたらですけれども、イエス様が十字架にかかって死なれるっていうことも入っていたんではないかと思いますね。マリアはいやそんなこと起こらないですよって言ったんではなくて、それが起こるんだって受け止めたんだと思いますね。その上でじゃあ自分には何ができるだろうって考えたと思います。それで自分にできる最善の最高のことをイエス様にしたと思いますね。それがナルドの行為を注ぐという行為となって現れたわけです。今のお金で、300日働いてその給与全額分に相当する300デナリの行為ですけれども、でこのナルドの香油っていうのは、1ヶ月ぐらいかぐわしい香りが香り続けるっていうことですね。でイエス様が十字架にかかられるそのちょっと前ですね、
香油を注いで、そしてイエス様は何ておっしゃったかっていうと、埋葬の用意をしたっておっしゃったんですね。イエス様が十字架にかかって、その時もかぐわしい香りが香り続けるようにってマリアは願っていたのではないかと思います。でその思いをイエス様は正しく受け取ってくださったわけですね。そばにいたユダはどうしたかっていうと、ああもったいない、こんな300デナリで売れるのに。彼は何を思っていたかっていうと、自分の懐に300デナリ入ってきたらいいのに、ああなんてもったいないことをしたんだ、そう思ったわけですね。どういう思いで私たちが行動するか、これが問われていると思います。私が進学校、聖書学校で勉強していた、大学で勉強していた時ですね、ドクター・エマートっていう神学者がいましたけれども、彼は本当にことあるごとに聖書自体に聖書のことを語らせよっていうふうにおっしゃいました。 Let the Bible speak for itself っていう言葉ですね。で私大学でたくさん勉強したはずなんですけれども、あんまり残ってないんですけれども、これだけは残ってますね。皆さんもたくさんここで学ぶことはあると思いますけれども、大切な言葉はしっかり握って、卒業していただければと思いますけれども、聖書のことを聖書自体に語らせる、他の進化論に聖書を語らせるんではありません。この世の教えに聖書を語らせるんではありません。聖書が語っている通りに私たちが受け取ることが大切だっていうことですね。聖書の中で主が語られたことをそのまま信じた人と信じなかった人といます。ノアの洪水の起こる時も120年前から洪水を起こすっていうことを言われました。7日前にもあと1週間したら洪水を起こすっていうことが語られました。ノアはおそらくあと1週間したら洪水が起こるよ、あの箱舟に乗れば助かるよって言い続けたんではないかと思いますね。あと6日、あと5日、あと4日、あと3日、あと2日、あと明日洪水が起こるから早く乗ってって言い続けたんではないかと思いますけれども、誰も信じなかった。ただノアとその家族8人だけですね、このノアの洪水を助けられました。ヘブル書の11章の7節にはこうあります。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものになりました。皆さん、ノアだった、皆さんがノアだったら、地球全体を覆う洪水が起こるって主から言われたらどう思いますか。いやそんなことありえないんじゃないですかっていうのか、それとも分かりました、どうすればいいですか、箱舟を作りなさい、はいって行動するのか。ヘブル書の11章11節では、サラのことが書かれています。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。サラは最初見つかりが来た時ですね、私も年取って子供生まれるわけがないじゃないって思って笑うわけですけれども、その時に見つかりがあなた笑ったでしょうっていうわけですね。それでサラは驚いてしまったと思います。いや笑いませんでしたって言ったわけですけれども、でもその後サラの心の変化があったと思いますね。この方は私の心も言い当てることのできる方、真実な方に違いない、この方のおっしゃった通りになるに違いないって思ったんではないかと思います。それを信じたんではないかと思いますね。そのことがこのヘブル書の11章の11節に書かれています。これ第2版です。
残念なことにですね、新改訳の2017ではこれサラなんですけれども、アブラハムに書き換えられてしまっています。日本の聖書のその新改訳2017だけだと思いますね、アブラハムになっているの。英語の聖書、いろんな聖書ありますけれども、全部サラの信仰です、書かれているの。おそらく翻訳した方が、アブラハムは信じたけどサラは信じなかった、だからこれきっとアブラハムに違いないっていうことで、サラじゃなくてアブラハムに書き換えてしまったんではないかと思いますけれども、これはとても残念なことですね。本当は本当に本来サラの信仰ですね。だから聖書を翻訳する人たちのためには、私たち本当に祈らなくてはなりません。勝手な思いでですね、聖書を書き換えてしまうと、自分あれこれおかしい、聖書と矛盾するに違いないって思い込んでしまうと、自分の思いで聖書を書き換えてしまうわけですね。結果としてアブラハムとサラは信じたので、イサクを与えられました。出エジプトの時、ちなみに何分まででしたっけ。はい、30分まで、はい、カナンの地を与えるっていうふうに、モーセを通してですね、イスラエル人たちは言われたわけです。それで出エジプトしたわけですね。その出エジプトしたイスラエル人たちは12人の偵察をカナンの地に送るわけです。そして帰ってきた偵察のうち2人、ヨシュアとカレブは、主がこの素晴らしい土地を与えてくださるから攻め上ろうって言ったわけですね。残りの10人の長老たちはどうしたかっていうと、あそこは素晴らしい土地だけれども、あそこにはネフィリムがいる、本当はいないわけですね。大きい人はいました、でもネフィリムではないですね。で、それは自分が本当に人の力に頼って攻めようとしたから、とてもイスラエル人たちにかなうはずがないって思い込んでしまったんだと思いますね。主を信じたんじゃなくて自分たちを信じて、それで攻め上ったら殺される、あそこに行ってはいけないっていうことを主張しました。イスラエルの民はどうしましたか。ヨシュアとカレブのことを信じたんではなくて10人の長老を信じてしまったわけですね。その結果20歳以上の人は40年間さまよってアラノで死ななければならなくなりました。ヨシュアとカレブだけがカナンの地に入っていったわけですね。じゃあこの10人の長老はどうなったか。40年間さまよったんではなくてその場で亡くなるわけですね。疫病でしたかね、虫に噛まれたんでしたかね。後で皆さんどうして亡くなったか見ておいていただければと思います。皆さんヨシュアが率いてカナンの地に入っていったその最初の町はエリコの町でした。でその時ですね、主は何ておっしゃったかっていうと、7日間城壁の周りをぐるぐる回りなさいって言ったんですね。皆さんどうですか、7日間城壁の周り回ったら何か起こりますか。世の中の考えで言えばそんなの何も起こるわけがないじゃないってなりますよね。でもヨシュアとイスラエルの民は主から言われた通りにしたんですね。そして7日目に周りを割って時の声を上げたら城壁が一気に崩れたわけです。発掘の跡を見ると城壁が外側に倒れているのが分かっています。ありえない、世の中の常識ではありえないことを、でも主がおっしゃったからその通りだって信じた結果ですね、主のおっしゃった通りになったわけですね。ゴリアテとダビデはどうでしょうか。ダビデは戦地に行きました。ペリシテ人と
イスラエルが戦っている戦場ですね。何のために行ったかっていうと、お父さんのエサイからお兄さんたちにお弁当を届けてねって言われて、はいって言って行ったわけですね。正式にはもっとちゃんとした言葉で書かれていますけれども、でダビデが行ったらですね、何が起こったかっていうと、ゴリアテが出てきます。それでゴリアテが出てきたイスラエル人たちが逃げ惑ってるわけですね。あ、ゴリアテが来た、逃げ、逃げろっていうわけですね。それを見てダビデは義憤にかなえました。なぜ主の兵士が逃げ惑ってるんだろうということですね。ダビデは、まあ、ちょっと時間があって、ダビデはこのゴリアテの前に行きます。そしてこう言います。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。ダビデは自分と共に神様がいてくださる、創造主がいてくださるっていうことを知っていました。信じていました。その通りになったわけですね。もしこのイスラエル人たちと同じであれば、ああゴリアテは怖い、かなうわけがない、そうやって逃げ惑ったと思いますね。私たちがこの世の教えに対して逃げ惑うなら私たちは勝てません。でも主が私たちの味方であり、私たちと共にいてくださるんだっていうことを信じ、主に信頼して歩んでいくならどうでしょうか。主は成し遂げさせてくださるわけですね。パウロはローマ書の8章33節でこう書いています。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。もし私たちが世の中と迎合しない生き方をしようとしたら、世の人々からあざけられたり馬鹿にされたりするかもしれません。でもそれ、馬鹿にされるのを避けてこの世の考えを信じますではなくて、神様に受け入れられることを大切にして、でも聖書にはこう書いてあるから、私はこの聖書に書かれている通りに信じますっていうのは、神様が私たちを認めてくださるわけですね。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。皆さん信じていますか。このこと、聖書のことは信じている人にはその通りになります。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。パウロは実際にこれらを経験していくわけですね。主のために、あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。今の日本ではその死の危険というのはそんなにないかもしれませんけれども、精神的な圧迫というのは信仰を持つときにですね、たくさん経験する人が、まあ、その環境にもよりますけど、あるんではないかと思います。37節にこうあります。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。こう約束されています。皆さん信じますか。これ主に、主の言葉を疑わずに信じていくなら、この世の考えと迎合しないで聖書が正しいとするなら、その人は迫害されるかもしれません、あざけられるかもしれません。でも主は
私たちを圧倒的な勝利者にしてくださる、こう約束しているんですね。それを信じる人はそうなります。信じない人は信じない通りになります。先ほどからいろんな人たちを見てきました。ノアとその家族、それから当時の人々ですね。主のことを信じない人は滅んでしまいました。アブラハムとサラは自分に子が与えられるっていうのを信じました。もう年を過ぎていたはずですね。でもその通りになりました。カナンの地を与えるって言われた時、ヨシュアとカレブは信じました。他の人たちは信じませんでした。彼らは入ることができませんでした。でもヨシュアとカレブは入っていったわけですね。エリコの城壁をの周りを回りなさいって言われた時、彼らは言われた通りにしました。そうしたら勝つことができました。ダビデとゴリアテの時も、イスラエルの民は主に信頼するのではなくて自分の力に頼ってゴリアテから逃げ惑ったわけですね。でもダビデは主が共にいてくださるっていうことを信じて戦いました。ダビデは勝利しました。世の中の常識では信じられないようなことがたくさん聖書に書かれています。聖書の預言がそうですね。多くの人は聖書の預言を信じていません。イエス様がなさった奇跡を信じていません。もちろん天地創造のことも世の中の人は信じていません。イエス様が復活されたこと信じていません。マリアの処女降誕を信じている人も世の中にはいないわけですね。聖書を知らない人は。イエス様が救いの約束をしてくださって私たちに永遠の命を与えてくださったっていうことを信じない人がたくさんいます。世界がやがて滅びるっていうこと、そして新しい天と地が作られるっていうことを信じない人がたくさんいます。クリスチャンと呼ばれている人たちの中にもそれを信じない人がたくさんいます。でも信じる人はどうなるでしょうか。聖書に書かれている通りになるわけですね。私たちは理解しにくいとき、これどう理解していいんだろう、聖書でこう言ってるけれどもどうなんだろう、そういうときですね、まあ、いろんな原因考えられるかもしれません。文化的歴史的背景が今と違うからきっとわからないんじゃないか、そう思うかもしれませんけれども、ほとんどの場合はですね、理解し聖書を理解できないほとんどの原因は自分が持っている先入観です。聖書が言っていることと違うことが自分の頭に入っているので、それで聖書が言っていることがよくわからないわけですね。ですのでその先入観を捨てて聖書に書かれていることをそのまま信じるようにするならば聖書が分かってきます。この第二ペテロの三章が書かれた時はパウロが書いた手紙をペテロが言っているわけですけれども、パウロもペテロも同じ時代の同じ文化の中に生きていた人です。ですからパウロが書いた手紙がよくわからないとしても、それは何が原因かっていうと自分の先入観ですね。そういう時は聖書に書かれていることが事実だっていうことをまず受け入れることが大切ですね。今日世の中の教えは何かっていうと進化論です。進化論を信じるなら天地創造を文字通りに信じるなんてありえない、そういうふうに考えます。クリスチャンなのに天地創造を信じられなくなったらどういうふうに天地創造を説明できるでしょうか。天地創造は作り話だよとかおとぎ話だよ、昔の人はまだ原始的だったから、今みたいに科学が発達してなかったから、
だからおとぎ話をすることでこの世界が創造されたっていうことを信じ込ませたんだよっていう説明をしたりですね、先ほど挙げたような列挙したその表のようないろんな説明を考え出すことはできると思います。そういう説明を考え出して、それで主はあ、そういう考えもあるね、いいねっておっしゃるでしょうか。おっしゃられないわけですね。なんていうかっていうと、下がれサタンっていうわけです。それはなぜかっていうと、自分の身に滅びを招くことになるからですね。私たちも天地創造を文字通りに信じるなら、聖書に書かれている通りのことが起こったと信じるならば、主に喜ばれます。それだけではなくて、私たちが聖書を信じる土台、聖書信仰の土台をはっきり確信することができるんですね。ここではない別な神学校で私話をしたときに、そこはリベラルな学生も少しいる神学校なんですけれども、である神学生、もう60代ぐらいの神学生の婦人の方ですね、これまで私は聖書を何回も何回も読んできました、本当に10回20回って読んでたんだと思いますね。でもいつも首をかしげて、これ本当かな、こんなこと起こらないんじゃないかな、そう思って読んでましたって言ったんですね。でもこの私が今した話ですね、この話を聞いて、聖書が本当に信じるに値する書物なんだっていうことが分かりました。そうしたら、天地創造が本当だって分かったら、残りの聖書も全て本当だって分かりましたってすごく喜んで言ってくださいました。天地創造を信じるっていうことは聖書信仰の土台になります。残りの聖書の全ても信じるに値する書物だって信じられるからですね。でも最初でいやこれ信じられないよってなったらどうですか。他の聖書の言葉も自分が信じられるところだけ信じて、信じられないところは自分流の解釈をして、結果として自分に滅びを招いてしまうっていうことになるわけですね。ペテロがどんな思いでこの第二ペテロの3章のところを書いたか、ペテロが下がれサタンってイエス様から言われたことをずっと心の中で大切にしていたんではないかと思いますね。あれがあったからこそ自分はしっかりとした信仰を持ち続けることができたんじゃないか、そう思ったんではないかと思いますね。この世の教えと妥協して聖書を曲解してはいけないっていうことを改めて考える必要があると思います。17節18節を読みますけれども、愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの誘いに迷いに誘い込まれては込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。この世の教えとミックスした聖書の教えに迷わされてはいけませんよって警告しているわけですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって言われています。それはどこに書かれていますか。イエス・キリストの恵みと知識は聖書に書かれているわけですね。この世の知恵によって成長するんではなくて、聖書の語る言葉によって、真理によって成長しなさいと言われています。そうするならば、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにとペテロが言っているように、自分を高めるのではなくて、自分はへりくだって主に栄光を期す生き方ができます。はい、聖書は真理の書です。私たちが聖書のどれが正しいかを決めるわけではないわけですね。
そして私たちの間違った考えを聖書によって修正する、聖書の真理によって私たちの間違いを矯正するのが聖書の役割です。第二テモテの3章16節にはこうあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。私たちが整えられ続けるために聖書の言葉が与えられています。それから第一ペテロの2章2節では、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、この世の考えと混ざった混ぜ物のある知恵を知識を求めるんではなくて、純粋な聖書の言葉ですね、それを求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと書かれています。皆さんはいろんなクリスチャンの方と会うときに、混ぜ物のある教えを信じている方と会うことがあると思います。そういうときに聖書が何て言っているんだろうかということを伝えることができたら幸いですね。そうするならば、そういう人を本当に救うことができるからです。今は世の終わりの時代で、そして有神進化論、進化論を信じるクリスチャンたちがたくさんいる時代です。そういう中で自分がこう認められることではなくて、主の言葉ですね、それが本当だっていうことが伝わるように、私たちは使わされているんだっていうことを心に留めて歩んでいきましょう。はい、あと3分ぐらいありますけれども、今日の話を聞いて何か考えたこと、感じたこと、分かち合いたいことありましたら、ちょっとだけ言っていただくこと可能でしょうか。あんまりそういうの慣れてないですかね。先ほどそこまで行きましたので、その後ろの方いかがですか。何かなければ無理やりじゃなくていいですけれども。聖書通りにそのまま信じているクリスチャンがすごく少ないっていうのがすごくなんか衝撃的だけど悲しいっていうか、なんかそういう気持ちになりました。はい、で私たちがここに、いる私たちでもう信じてそれを本当に守っていくっていうか、そういう大切さが大切だなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか結構僕も大学でそのあんまり聖書御言葉その文字通りに信じないみたいな先生方のお話を伺ったりして、こう自分も迷った時があって、でもまあなんかその、自分の父親と話した時に、まあ、設計やってるんですけど、そのビール作る時にもものすごい緻密に計算するって、で勝手にはできない、まあ、よく想像論で言われる話かもしれないんですけど、でこの世界がそんな勝手にできたとは思えないっていう話をしてくれて、まあ、そうだなって思ったんですけど、で僕はだからその、信じるっていうことが前提であって、でそれに対してこう説明は必要ないのかなっていうふうに思ってたんですけど、でもなんか今日お話伺って、イエス様ご自身がそう言っておられるっていうのはなんか自分のその根拠としてもう一つこうしっかりと入ったので、なんかその、いろんな考えに揺れずに済む根拠としていただけたのかなと思ったので、ありがたかったです。はい、はい、ありがとうございます。また時間があるときに交わりの中でお話しいただければと思います。第1日目今日でこれで終わりになります。
伊藤先生お祈りしていただいてもいいですか。